切り目王子は、和歌山県日高郡稲美町にある神社。九十九王子の一つで、五代王子の一社。何を神木とし、本寺仏は十一面観音。剣士帝史跡。創建年代は社殿によれば、主神天皇の代に遡るとされ、熊野本源が一時鎮座した地であったとも言う。中雨期天人2年10月20日上に、節部水辺で払いを行った後、 王子社に奉兵したとあり、他にも、吉煙上安4年9月27日上や、熊野道行間口兼人元年10月13日上には、三景後に、宿所で抱会を催したとあるなど、多くの中世熊野三景気に記録が見られる。また、平時物語によると、熊野参りの途上にあった、平野清盛が、源義友挙兵の法を受けて刑に引き返したのも、この王子であった。 中世以降も太平気等に熊の参りの途上に切り目王子に参景したとの記述が見受けられ、貴族風土器は境外拙者として応答偶者があったと記している。中世熊の参りでは参景の途上で抱えが催された霊が参景期に登場する。そうした歌会の折に参会した人々が歌を書きつけた紙を熊の返しと言い,い、約30通が現存する。 それらのうち、十一通は、正治二年十二月三日、言葉院が、切目王子で開いた歌会でのもので、今日では、西本願寺に所蔵されており、当地には、写本が残されている。天正十三年に陛下によって、社殿が消失したが、ある美国が七ヶ月で再興したと伝え、熊野三景堂を挟んで向かい側にある、妙法三二屋敷という地が、美国の夫婦であったという。 漢文二年、紀州藩主、徳川頼信から音町、絵馬などが寄進され、上京三年には、社殿が再建され、京まで現存する。近世の社地は、境内方一丁、拝殿は奥行き五軒半、幅二軒と伝えられる。原社殿は、拝殿は1908年の再建。切り目王子には、きなこの伝説という伝説が伝えられている。もともとは、 法蔵へ言葉に記載されたもので、夏草書書院に従えば、おおむね以下のようなものである。その昔、僧を殺したキレブの王子は、捕らえられて、右足を切られて、山に追放された。ところが王子は、熊の参りの木戸にある、者たちから、熊の権限の理性を奪うようになり、参詣者たちを嘆かせた。そこで、熊の権限は、稲荷大名人と相談し、 きなこで化粧した者には害を及ぼさない胸を約束させた。その後、ごた戦船があり、参詣者たちはきなこで化粧をするようになった。この化粧は実際に行われていたものと見え、o a 34年の熊の参り日記に額や鼻、頬、おとがいなどにきなこをつけて、王子社の前を通過したとの記述が見える。ありがとうございます。